安藤照を2月25日から1936年7月12日は、日本の陸軍軍人2.26事件に関与した行動派の人物の一人で、軍法会議で首謀者の一人とされ、死刑となる。最終階級は、陸軍不評退位。1905年2月25日、岐阜県伊備町が本席、父。 英二郎が石川県立金沢第二中学校の英語教師を在職中に金沢市で生まれる中隊長時代の安藤テルゾー夫表隊宇都宮中学校を経て1926年7月に陸軍士官学校第38期を赤字207番340名で卒業同期に同じく行動派で2.26事件の司会磯部朝一がいた 当時の陸軍士官学校校長は2.26、事件の黒幕とされる、正木神三郎であった。1926年10月25日人陸軍不評勝意。歩不評第三連隊夫。不参においては、秩父宮洋人親王郎と共に勤務し親しく、交わった。1929年10月25日人陸軍不評注意。 1934年8月1日人力軍不評隊。位。1935年1月17日保不評大。三連隊第六中隊長。中隊長となるにあたっては、部下、同僚からの辛抱が厚い一方で過激な青年将校たちと関係する安藤を危惧する連隊長、井手信時大佐に対して、誓って直接行動はいたしませぬとの証文を提出した。 秩父宮からの口添えもあった。秩父宮は、安藤、第六中隊の伝統を守ってくれよと激励した。また、元連隊長の永田鉄山軍務局長は、法、第六中隊長か。早いものだな。お前もとうとう中隊長か。不山を立派な連隊にしてくれ、頼んだぞと喜んだ。安藤は、不山の可視官と将校の教育を計画し、相談に乗った。 青木ときが長田に申し入れると、長田は快諾して7000円の予算を先、安藤ならば大丈夫だ。教育構想、講師の人選、運営などは一切安藤に任せて、決して干渉はするなといった、統制派の筆頭だった長田からも信頼される、安藤の人柄が伺われる。詳細は、鈴木勘太郎を参照事件3年前の1933年に、安藤は、 日本青年協会の富永半次郎や青木時はと共に鈴木貫太郎邸を訪問し辞局について話を聞いたことがあり面識があった鈴木は安藤に親しく歴史観や国家観を解き去とし安藤は大きな感銘を受けた面会後安藤は鈴木について噂を聞いているのと実際に会ってみるのでは全く違ったあの人は西郷隆盛のような人で 懐の不快大人物だと語っている。後に、鈴木はザウの命にしたいという安藤の要望に応えて書を送っている。事件に際して、安藤は鈴木を一時的に監禁することで済ませることはできないかと考えていた。決起に対しては、慎重な態度を取り続け、あくまで合法的闘争の道を主張したため、磯部らは一時、安藤抜きでの計画を検討した。しかし安藤は、 最終的に成功の見込みが薄いとは知りながらも、同志を見殺しにすることをよしとせず、直前の23日になって参加を決断した。だが反乱に巻き込まれた部下たちは後に寄避され、前線に送られ死ぬ者が多かった。決断後は、積極的に同志を集め、反軍仲裁大勢力である不散を統率してみせた。不散からは、全反乱部隊の総兵力のントが、 参加した。午前5時頃に、鈴木肝太郎を襲撃した。はじめ、安藤の姿はなく、歌手艦が兵士たちに発砲を命じた。鈴木は三発を、左足付け根、ね、左胸、左頭部に被弾し倒れ伏した。血の海の中となった八条間に、安藤が入ると、中隊長度の、とどめよと歌手艦の一人が促した。安藤が軍刀を抜くと、部屋の隅で兵士に押さえ込まれていた。 鈴木の妻、鷹が、お待ちください。と、大声で叫び、老人ですから、とどめは止めてください。どうしても、必要というなら私がいたしますと気丈に言い放った。安藤はうなずいて、軍刀を治めると、鈴木自重長閣下に敬礼する。気をつけ、捧げつつと号令し、鷹の前に進み出て、誠にお気の毒なことをいたしました。我々は閣下に対しては、 何の恨みもありませんが、国家改造のためにやむを得ずこうした行動をとったので、ありますと、静かに語った。高野、あなたはどなたですの問いに、感触も何もつけず、安藤照造と飲み答えたと伝えられる。この後、女中にも自分は、後で自決をする意思を伝え、兵士を引き連れて、官邸を引き上げた。鈴木は安藤を処刑後に、主会のような立場にいたから、やむを得ず、 ああいうことになってしまったのだろうが、思想という点では実に純真な、惜しい若者を死なせてしまったと思うと記者に対して述べている。また、安藤がとどめをあえて刺さなかったから自分は生きることができた。彼は私の命の恩人だとも語っている。決起には消極的だったものの、一び立った後には誰よりも強い意志を貫いた。山下智之にそそのかされ、 一同が実決を考えた際も徹底抗戦を訴えて、それを尻け、配色が濃厚となる中、三能ホテルを拠点に最後まで頑強な抵抗を続けた。投稿を決断した磯部の説得にも、僕は僕自身の意思を貫徹するとして応じなかった。大勢が決したことを悟ると、一同の前で、ピストル自殺を試みる。磯部は慌てて羽がいしめにして押し止めたが、 彼の決意は翻らなかった。説得に訪れた第二、大隊長移住院検診少佐は、安藤が死ぬなら俺も自決すると号泣し、部下たちもこぞって、中隊長殿が自決なさるなら、中隊全員をお供をいたしましょうと、涙ながらに訴えた。安藤は祝願だった農村の救済ができないことを悔やみつつ、部下たちには自分の死後も、その目標を果たすよう遺言した。 磯部はこの光景に感類しつつも、部下にこんなに慕われている人間が死んではならないと、必死に問いた。その間にも上層部は、なんとか、安藤と兵たちを引き離そうと図るが、第六中隊の結束は固く、全員が靖国神社で死ぬ覚悟であった。しかし安藤は兵を投降させることを決断し、最後の訓示を与えた後、皆で、我らの六中隊の歌を合唱するよう命じた。 曲が終わった瞬間、安藤はピストルを喉元に発射して混沌したが、陸軍病院における手術の末一命を取り留めた。2.26事件後、軍法会議で反乱罪が申し渡され1936年7月12日、死刑執行、満31歳を打つ、家族から受け取った松陰神社のお守りを身に帯びていた。2.26事件発生前に、 北一期とされる人物と安藤との会話を登場した録音版が会言司令部に残されていた。その記録では、北とされる人物から電話をかけて、丸はいらんかねと言い、安藤はまだ大丈夫ですと返答している。しかし、北の逮捕後の証言などから、電話をかけたのは、北ではなく、安藤に対し、釜をかけようとした憲兵ではないかと言われていたが、後に、作家。 中田誠一の調査によって、この通話は、何者かが、北の名を語って、安藤にかけたものであることが検証されている。詳細は、中田誠一、登二2.26事件 ISBN41 億6368万8609参照。その後は報道番組などにおいても、このレコードの声を、北の声とされる音声と紹介するにとどめ、NHK は現在、 特集の再放送などで、北を名乗る別人の声と注釈を入れている。歌手官たちは、安藤大尉は、服はいつもよれよれで、決して威張ることのない優しい人でしたと安藤を、回想している。一方家庭では物静かで、テルゾウさんは話をしますかといった挨拶が、親戚内で交わされるほどであったという。家族には計画のことは、一切知らせず、妻は、 満州にいる兄や親戚からの問い合わせで初めて事件のことを知ったほどだった映画ドラマありがとうございます。